今日ははかりねさんが来てくれました。お邪魔します。よろしくお願いしま す, お邪魔します。はかりねさんといえば、あの先日のね、あの靴磨き選手権大会の審査員もされてた方で、はいはい、あとは何ですか、革作りとかもされてたりとか、まあ、革作りとか、うん、メンテナンス薬品を作ったりとかね、幅広く、はい、幅広く、幅広くやられてる方ですけれども今日はあれですか、なんかこれを見てほしいんだっていう話を伺ってますけど。そう、最近結構3、4種類、今4種類ワックス開発してて、うんうん、まあ、早く綺麗に仕上げるために何がベストかって考えたら、やっぱこれにたどり着いたっていうところで、はい、なかなかいい出来になった。あ、本当ですか。見てもらいたいなと。これワックスなんですね。だからワックスですこれね、うん、ワックスって今までのものだと固形のものが多かったイメージですけど、うん、これ液体ですよね。液体です、はい、液体が一番理にかなってます。ほう、面白い、目がこうガッと光りましたけど開きましたけど、はい、ちょっとこの辺の話を伺っていきたいと思います、うん。なんでこの液体にしたかっていうと、はいはいはい、まあ、その方が光沢感とグラデーションとが、うん、あの早く綺麗に仕上がるから液体にしたんですよ、うん、ほう、光沢感、グラデーション、うん、まあ、あと言うなら速さっていうところですかね、うん、3つ、それが早く仕上がるっていうところと、はいはい、これがこの液体のワックスの特徴と、うん、分かりやすい。なるほどね、うん、で光沢っていうところで言うと、なんでこうどういう理屈でそれが叶うんですか。あのワックスってこうやっぱ固形であるがゆえに、はい、そのこう伸びが悪かったりするんです、うんうんうん、で平らに研磨するって伸びがいい方が、うん、あのこう平らに研磨できるんですよ、ね、そうですね。なんであの液体にする必要があった。なるほどね。その表面をきれいにするっていうところでいうと、うん、液体の方がこう研磨しやすかった。そう、伸びがいい方が、はい、あのこうよりなだらかに研磨できるっていうので、はいはい、あの液体の方がしやすかったなと思いますね。ちょっと今一度ここでの表面磨き の, この理屈みたいなところをちょっとおさらいしたいんですけど、うん、表面磨きっていうのはその皮のよく見ると皮ってこうデコボコなので、うん、それをワックスのこう積み重ねによってこうデコボコを埋めて、うん、凹凸を埋めてこう積み重ねて、それをきれいに磨くことによってこのツヤっとした表面磨きを作ってるわけですね。そうですね、最後きれいに平らにすることで、そうね、うん、だからその、まあ、一番上の表面のところをすごくきれいに仕上げるための液体であると。そうですね、はいはいはい。でグラデーションっていうところで言うと、じゃあどういうなんでしょう。グラデーションって結構こう今までのワックスってこ う, うまくこうなだらかになるように足さなきゃいけなかったじゃないですか。分かる、そうなんですよ。だけど結構難しくて、結構難しい。でこう乗ってるところ乗ってないところの境があると結構こうダサく見えるっていう、すごく分かります、うん、汚く見えちゃうっていうところなんですけど、うん、これはいい感じに溶けて、うんうんうん、いい感じに伸びるんですよね。そのすでに乗っけたワックス の, その境目 の,、はい、あのこう段になってる、うん、乗ってるとこ乗ってないとこっていう層が、はいはい、いい感じにグズグズって溶けてパッてこう広がるんで、うん、はい、さざ波が見える、はい、なるほど、そういうイメージだと、うん、そう、はいはいはい、さざ波を起こす。なるほど。液体だから そこがコントロールしやすいことによって、うん、その平滑性も出るし、うん、そのまあ、乗ってる乗ってないところのこう調整もしやすいみたいな、そんなイメージなんですね。そうですね、液体であるがゆえにいい感じに溶かせて伸ばしやすいっていうところ、はいはい、そういうことか。だから溶かすっていう力もあるわけだ、うん、そうです。だからだから液体っていうのは分かるけど、うん、ローブも含まれてるんですよね。ローブも入ってます。はあ、はあははあ、なるほどね。なんで単純に溶かしてなだらかにするだけじゃなくて、うん、溶かしてる時に微妙にやっぱワックス乗っけたこう層って隙間があるんですけど、そこにこうシュッてこう入り込むんですよ。さざ波がズブズブってちょっとさーってシュッて入るわけシュッてツロンってさざ波の後にこう鏡面になってるみたいな感じです。さっとあーってなった後にさーってなってるのこうなってるんだ。そう、はいはい、そんなイメージです。そうです。なるほどね、うん、で3つ目のその速いっていうところで言うと、今までその速さっていう意味では固形のこうスピード系のワックスね、うん、それこそはかりねさんが作られたハイシャインプライマーとか、うん、選手権大会でファイナリストの方が皆さん使われてたっていう、うんうん、ハイシャインプライマーですけど、ああいうワックスの方が速かったイメージなんですよ、うん、それは固形であるがゆえ積み重なりやすいから、うん、でも液体なのに速さが出るっていうのはイメージつかないんですよ。なるほど。それはどういうことなんですか。
まあ、その速さの領域が違うっていうところなんですけど、ほう、あのプライマーは途中まで速い、うんうんうん、でこのリキッドワックスは最終の仕上げが速い、うん、あはい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 、うんうん、でまあ、それを一つのワックスでやろうとすると、はい、トータル全部すごい時間かかっちゃうんですけど、うんうんうん、ここまではプライマーの方が早い、うん、そこから先はリキッドワックスの方が早いっていうので、速さと美しさを追い求めるとそこを分けた方がいいんじゃないかっていうところで、はい、まずその速い領域が違うっていう、でその仕上げの速さを出すには伸びがいいこの液体にしなきゃいけなかったっていうところで、はい、なるほどね、仕上げの速さを追求してるワックスってことは、どちらかというとこれはその積み重ねるっていうよりは後から仕上げる系のもので、うん、ベース自体は例えばそういうプライマーとか早い系のワックス使った方がいいんじゃないかっていうことなんですかね。そうですね、はあ、なるほどね、まあ、それはすでに乗っけたワックスといい感じに溶けて混ざって、うん、さらに上平らに研磨できるっていうような用途のワックスなんで、はいはいはい、使い分けた方がいいです、ね、そうかそうか、うん、わかりました。納得です。ワックスがちょっと乗ってる状態ですね。で、すごく磨き上げられてるかっていうとそうではなくて、一応ワックスが乗ってる状態。で、ここにこのリキッドワックスを使っていただくと早く綺麗になるっていうことなんですね。じゃあ先生お願いします。はい、あ、ちょっとだけ布に取った感じ。もう指で蓋して。はい。一回逆に振って、はいはい、で今水をつけて、うん、ちょっと伸ばしてる感じですね。でいきます。お願いします。ちょっと分かりやすくゆっくりで。あ、ぜひ。あ、もう約束されてる約束されてる、約束されてる、このぬるぬる感。あ、ほんと、うん、もう確実に大丈夫。確実っす。あ、ほんと。はいはいはい。でも本当にこう撫でてるだけですよね。そう、あんまりこう力加減とかは気にする必要なくて、うんうん、量もさっきやった逆に1回振るっていう量を守ってもらえれば大丈夫です、はい、少量をつけてちょっと水で伸ばして、うん、優しく磨き上げるみたいな感じですね。そうですね、はいはいはい、うん、確実に光ってきてますね。今ほんと磨き始めて1分2分ですよね。そうっす。すごい、うん、見えます。すごい綺麗ですね。あ、はいはいはい、乾いてきた。もういいかな、とりあえず。いや、すごっ。反射してはかりやにさんの顔ちょっと見えますよ、歪んでるけどはあ、これわかります？この光沢、反射度、グラデもさっきよりいいになってね。ここら辺の、うん、いや、ほんとそう、ほんとそう。この辺りは光の加減によって毛穴がちょっと見えるんですよ。でここはもう全く沈むんですね。そこの削りたいとこで、中間のちょっと乗っけたいとこっていうのが、うん、割とふやかして簡単にコントロールできるっていうところで早いんですよ、ね、なるほどね。だ今 この真ん中あたりのワックスをこう伸ばして広げた感じですよね、うんうん、これがこのすごいね。普通に綺麗でしょ。いや、今普通に綺麗でした。ちょっとゴミが入っちゃったからあれなんだけど、うん、いやでも本当に綺麗だった。びっくりした。早いよね。早いですね。だってそのなんか早いっていうこともそうだけど、すごくなんかテクニックが必要かっていうとそうじゃない印象でした、うん、例えばこう上手い人は多分1個のワックスで塗り方でコントロールするけど、うん、ある程度ワックスがこう乗ってればちょっと固めのワックスで、それをこうあとはこうふきふきしながらうまいことやっていくみたいな、うんうんうん、ね、乗せるっていう難しさはないんじゃないかなっていう印象でした、うんうんねねうん、でそれでいてこの仕上がりでしょ、うん、僕割とこのつま先の方だけキュンって光ってるのが好きなんですよ、うんうん、あとグラデーションでさーっさーって引いていくのが好きなんですけど、うんうんうん、それをもうなんかこのほんと 2,3 分で実現してもらったみたいな感じでしたよね。ほんとね、ちょっと待って、もっとつま先だけにしてみる、うんうんうん、
溶かしたいところは割とゴリゴリやれば溶ける、うんうんうん、ここら辺もじゃあ結構溶かして落とす力もあるから、そう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 、そういうこと、その今この辺に乗ってるワックスをできるだけちょっと落として落として、そう、すごいね、超早くなる、いやびっくりしました、いや言うて難しいんでしょとかちょっと思ってましたけど、この辺のコントロールはやっぱりそのこのプロダクトの、うん、ロジックを分かっているからこそ多分うまいコントロールできる、ね、だからね、溶かすのが分かってない人はもしかしてできないから、うん、ここそれをちゃんと分かった上で使うから、うん、多分こういうコントロールができるんだ、そうそうそう、いいこと言うでしょ、いや本当にそう本当にそうなんです、いやそうでしょ、それね伝わんないんだよね最初、いやいや、あのそうだと思いますよ、だからそのこれ使えば簡単に綺麗になるっていうのはそうなんだけど、うん、理屈分かってるとよりコントロールできますよね、うんうん、間違いない、いいこと言うでしょ、最初ね そこがそこを伝わるのがすごい難しい、はい、いやあの分かる分かる、ちょっとあれな、汚くなる、失敗すんのかいここへ来てちょっと段差になってるけど、いいっす別に、ちょっと僕も後で使ってみよう、あはい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 、あこの辺ちょっと削りすぎましたね、そうそうそう、うんうん、境が、うん、でもそのそういうコントロールが簡単にできるっていうことなんだ、うんうん、なんでこれ作ったのか、うん、なんでこれ作ったんですか、こういういやもっと早く綺麗になるものが、うん、あるんじゃないかなっていう、ただ、うん、ただそれだけです、探求心ってやつですか、うん、気になるっていうか、はあ、もうちょっとってこうやってるとすごいね、でも言うて、うん、そのプライマーとかも作って、うん、あとフィニッシュなんだっけ、あのハイシャインプライマーじゃなくてミラーフィニッシャーとかもあったじゃないですか、うん、でそこまでって完全に固形できたけど、うん、そのあそうそう、そう、うん、なんか固形っていうイメージから離れられたのがすごいなと思ったんですよ僕は、もうねミラーフィニッシャーを作った、はい、その去年リリースしたミラーフィニッシャーを作った時点で、うん、こっちも作ってたんですよ、うわもう2年前ぐらいからなんなら作ってあって出た、はい、だから結構扱いがその時はの調合では難しいっていう評判でお蔵入りになっちゃったんですけど、うんうんうん、もうちょっとこう改良すれば使いやすくなるっていうのは明確だったから、はい、まあ、その溶かし具合っていうのとかをこうコントロールしてあまりこう失敗が起きにくいような、なるほどね、うん、その溶剤とかの、まあ、去年の時点で課題が明確だったから、そうなんだ、失敗のリスクが高いっていう、でも、うん、でもその液体っていう一つのあれにたどり着いたのは僕もよく本当すごいなと思って、うん、だってワックスその今までの概念は結構覆すじゃないですか、まあ多分ワックスを作ってたら伸びがいい方がそっか、こう綺麗に仕上がるよねっていうのはなんとなく、うん、多分見えてくる、まあ、そっかそっかそっか、うん、プロの方だったりすると余計にそうかもしれないですね、うん、あの磨き屋さんとかね、そうそうそう、最後の仕上げってみんな緩いやつ使ってたりするじゃないですか、それはそう、分かります、それのもうちょっとこうなんていうのか配合から俺の場合は突き詰められるから、はい、まあ、そこが気になってそういうことか、うん、作ったっていう感じですか、でもまあ2年以上かかってようやくっていう感じなんですね、うん、まあ使いやすくするのは、うん、まあ、プロの人にはなんかこう内々で使ってたりもらったりとかして、あ、もう試しにね、うんうん、でモーブレー の職人さんとかも、はい、断然やっぱ上手い人は液体の方が あの早くていいっていう話だったんですよね、はい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 、こっちの方が絶対早くて綺麗なんだけど、うん、ちょっと使うの難しかったからっていうところで眠っちゃってたんですよ、そういうことか、そう、はあ、あ、でもそれは調合によってある程度使いやすく、うん、一般向けにもできたっていうようなできたイメージ、うん、で今年ようやくっていう感じです、すごいですね、だって磨き屋さんじゃないじゃないですか別に、まあけど自分コルテで磨いてたから、ほんまや失礼しました、お見それしました、大変、結構グラデーションも厳しいし、そうだそうだ、平滑度もすごい厳しいから、あそうなんだ、うん、へえ、光沢感出てなきゃいけないし、うん、だそれの水準で、まあ、さらに超えてくるものっていうのは、まあ、割とそれなりに、うん、多分そこそこ感覚が下地はあるのと、うんうん、そうだ、ただやっぱ全然あるわ、こう
仕事柄そういう一流のこうチャンピオンの人とか、はいはい、あの職人さんと関わることが多いんで、うん そうね、そこで求められるなんかコントロール性能とか、うんまあ、仕上がりのこう到達点というか、はい、あのレベルの高さっていうのはあの感覚的にも入ってたから、うんまあ、そういうのもこう相まって割と開発は高いレベルでしやすかったのかなっていう納得、うん、あのもともと磨きの方に磨きじゃないじゃないですかとか言ってすいませんでした。いやいやいや、まあにまあ、それまあモーブレーでも磨いてたしコルテでも磨いてたから、はい、そうでした、うん、大変失礼しました。磨くのは昔からやってた。そうですよね、うん、いや納得。でもやっぱこの薬剤の知識とかもないとできないはずだから、うんうんうん、そこもちゃんとね、まあ、全部重なってねたどり着ける感覚がすごいですね。早いけどこれはいまいちだな。うーん自分でジャッジできないともうこの速さになってくると、うん、どのローを入れたりとか、うん、どの溶剤足すと、うん、どういう変化がいい点悪い点が生まれてっていうのが、うん、多分ジャッジできにくくなってくるんですよ、ね、あそうなんですか、うん、だんだんここの戦いになってくるこの速さになってくると誰もないじゃないですか、うん、ない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 早いけどこれいまいちだよなみたいな、うん、ここのこの段階でこの引っかかりが出るっていうのはもう積んでるんじゃないかみたいな。いや、わかる。だけど秒速こうやってやったら早いけど仕上がんないんじゃないかとか指2本だとこうなるなとか、はい、あの僕はね、はかりなさんのこと、まあ、ちょっと付き合いがあって知ってるから、うん、あの分かりますけど、うん、今の話あんま伝わってないと思います言ってることは分かりますよ、うんうん、そういうところを追い求めて、だからもう試作の段階で、うん、ああだこうだやってるとこれも違うなみたいな感覚があるから、うん、そうそうそう、ね、そこをこういろいろ試して突き詰めた結果これになったけど、なかなかねその苦労はねこうなんか伝わりづらいんじゃないかなと。でもすごいと思います。僕はやっぱいやもうね、うん、異物を取り除くみたいな感覚に近いです。はあ、こうやったらもうちょっとこうなるはずなのに、うんうんうん、もうひたすら繰り返してって、うん、でっこみ引っ込みして、はい、これだってこういうやつになるんです、はいはい、もう純度をね高めていった結果のそれはやりきったからこれ。あ、そうなんだ、うん、いやいいっすね、気持ちいいっすね、やりきったっていう。だいぶ、うん、自信持って、やっぱちょっと日を改めて、うん、違う配合で作ってみると、うん、やっぱこっちの方がいいっす、ね、へー、やっぱちゃんとねこうここなんだ、ビシビシゾーンに入ってるそうなんだ面白い。あとはなんか楠見さんがちょっと使ってみてほしい。もちろんもちろん、そうぜひぜひ。ではそのめんどくさいっていうのを結構勝っちゃってるんです最近興味が、うんうん、でもともと別にそんなすごいうまいかってそうじゃないけど、なんか丁寧に乗せてでやってっていうのがちょっとまあね時間もなかなかかかるんで、まあ、すでに乗っけてあるものをこねくり回すワックスだから、うんうん、あの磨き直しとかめちゃくちゃ持ってこい。そこですね。 それはいいかもしれない。もうチュチュイってやれば、うん、さっきみたいにさっきの一発目みたいに、ね、こうパキッて光ってくれるんで。すごいですね。ちょっとぶつけちゃったとかっていうのをその周辺ふやかしてぐるぐるってやれば、そうか、うん、全然綺麗に戻ってくれるから。磨き直しっていう意味でもねいいかもしれないですね。あのまあもちろんね、あのプロの方の方が多分コントロールがしやすいのかもしれないですけど、うん、とりあえずバッと乗せてこれでこう磨き上げるっていうのでここまで綺麗になるっていうことは、こう今まであんまうまくできなかった方にももしかしたらすごく使いやすいのかもしれないっていう感じですよね、うん、でこれもうあの発売まだされてないんですよね。まだされてなくて、うんまあ、4月半ばとか末ぐらいにあの、うんうん、ファンズ新橋で、はい、まず完売するっていう流れにはなってます、はい、うんうん、分かりました。今日はありがとうございました。ありがとうございます。楽しかった。また遊びに来てくださいぜひ新しいのできたら、うん、はい、お願いします。最初に見せてください。はい、はかりなさんでした。ありがとうございました。じゃあ